はい、どうも皆さん、こんばんは。レッドゲー通信です。チン 4PK 新国王レッドゲー長シナリオ2ですね。続きプレイしていきましょう。前回までのおさらいです。まず我々勢力もどんどん伸びてきまして、ベトナムハノイですね、チン朝、一応ここは滅ぼしました。で、今ちょっと修復作業してて、これ味方、これバガン朝っていうのがですね、ちょこちょこ今度ちょっかいかけに来てるんで、まあこっちから遠征するとすげえ大変なんですけども、まあ、向こうから来る分にはばらけてるんで、一個ずつ倒していこうかというような感じです。そしてもう一つ前回落としたのが元を滅ぼしまして、こっちですね、トムコーですね。ただまあ残念なことにまだ敵がいっぱいいろいろいるので、この辺を蹴散らしていかないと落ち着かないよと。トバンからも来てますし、お隣のオゴタイ半国、隣のオゴタイ半国、あ、こっちあった、上ですね、オゴタイ半国、ここともう一個こうですね、2か所からこうちょっかい出されてるんで、これも倒していかないと落ち着かないよと。で、前回その元の方のカラコルムも落としてます。これオゴタイ半国ですよね。だからまずオゴタイ半国の連中とトバンとその辺がまだちょろちょろしてるんで、そこら辺を蹴散らして内戦に入るというような感じのところからプレイしていきたいと思います。貧乏だね、ここまずいね。ピクメン武士行ってる？行くのがかかるな、これ。本人も少し前線の方に移動した方がいいかもしれないですね、この感じだと。探求ということは、伏兵持ってる？ないんだ。トバンは能力は活水ですね。まあこれは倒せるそうですね。ちょっと行ってみましょうか。いやでもな、何もないんだよなこいつ。連射だけだからな。伏兵あればな、この地防の高さ生かせるんだけどな。ヒナがあればな、また話は変わってくるんだけど、まあ、やめとくか。こいつ福江モチーフとして、あ、これなら倒せますね。まずこれでいきましょう。で、2部隊相手にするのはめんどくさいんで、片方だけ足止め。あ、いいね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 。まあまあ、3部隊も入れば十分ですね。上出来です。奥さんももらえた。これは沈めないんだ。なんか倒すうまみが全くないな。兵器だもんね。兵器か。
有機兵器だからな、まあ、しゃあないわな。これをまず通しちゃいましょう。だいぶこれで綺麗になりましたね。もう1部隊いるんだね。本人たちもひょっとしたら移動した方がいいかもしれないですね。そろそろ2ターンかかって上陽行ってかかるな。伏兵持ちだね。あ、これいっぱい来るな。こっちに違うかな。少し兵器がなんでこんなとこにいんだ。あ、なんかいっぱい出そうとしてますね。まあ、こいつらが届けばまあ大丈夫でしょう。ここだとやっぱり前線にちょっと遠いよね。どっちから本体行くかだよな。トンコ行った方が楽な気もするんだけど、いやそんなことないか。カラクルムの方に行くような方向で行きましょうか。したらに2ターンかかりそうですね。これはセイトは割と人が余し気味なんですね。そしたら運出せる人は出していきたいなと思うんだけど、牙が取れないとこなのでそこが悩みの種ですよね。まあ、こういうのはいいさ、出しやすいですよね。倒さないといけないっすね。どうすっかね。まあ、取れんだよね、ここね。やっぱ弱えよな。兵糧270か。電車だけか。まずこれを入れて。で、呼吸をまず優先してこやつで疲れました。めっちゃ
伏兵持ちには伏兵を使わせないっていうのが本当ですね。俺来そうなのは大丈夫だな。移動中なんだよね。ですね。大丈夫か。ダメだな文天将。なんこういう背地高い人って大体教えるのうまいんですけどね。うちの息子がボンクラなんでしょうねきっとね。ない状況ですね。OK ですね。まだだってこいつらが槍系だったんだけど、槍か戦えんのかな。まあ、相手弱そうだからちょっと行ってみる。なんもないんだね。いや、うまみがないな。しかし、戦うのがいいのかね。もう気にせずガリガリ突撃していくのがいいのか。まあ、こいっぱい来いか。
返した攻撃にないと。いいね、ね。ああ、こっち行くべきだったか。ね、あ、こんなに入ると OK ですね。そして、ナイスですね。もう勝負ありましたね、これ。第2。あ、はいはいはい。まあ、本人の能力が高いから、突撃が気持ちよく入ってるだけの話であって、本来であれば、使いにくいですね、この攻撃力だけだったら。この能力差だから、まあ余裕があったっていうような感じでしょうかね、今の感じだと。応援物資が届くのは次のターンですね。まあまあ大丈夫だろう。じゃあ宴でも開きますかね。くそ、あらら、おらら。一人もっと遊びに来てよ。うん、出せそうな。今戦闘80いるけど、水軍だけか。水兵だけは強いけど、今求めてるのは水軍じゃねえんだよな。ここだね。北条時宗一旦入れよっか。軍隊の護衛は必要ですね。もう一人軍隊いた。これほっといても多分トンコ入ってくれますね。いやー、それにしても苦しいな。金星上げて、労働者出しましょう。邪魔なのがいないうちにでかくしちゃいましょう。まだ多分チベットから来るのこれ時間かかりますんで、大体もうちょっとかかるね。
このルートは無理だと思うんだよな。絶対兵糧足りなくなりますよね。食料ゼロ。食料ゼロだもんね。もう帰るしかないですもんね。たどり着く前に。トバンの連中は今ちょこちょこっと来てるけど、まああんまり気にすることなく、どうしていいかですかね。ここはもうすぐマックスカンストしますね。でも投票はやっとこう。外れるかもしれないけど、あ、強いずるじゃん。火は持ってなかったんだ。これ使い道ない子ですよね。人がちょっと多いですね。そしたら一旦できないんだね。もっこい人でいいっすね。これは一応護衛ではあるんですけど、なんかうまみのある能力があるかって話ですね。ないな。なんか特殊能力持っててほしいな。あ、モナイル。なんかあるか。あ、伏兵ね。伏兵が遠いな、俺も。まあまあ倒せるのか倒していきましょう。そしたら突撃はいいんだけど、弱いんだよな。むしろ狩猟騎兵にして2回攻撃士にした方が安定するんじゃねえかなと思うんだよな俺。能力は申し分ないから、風月、はい、こいつですね。伏兵持ち、こいつから伏兵を奪う、奪うっていうかもらう。あ、そうそう、そして焼肉奉行でもこいつ多分伏兵でしたよね。これ取りたいですね。こいつもユニット攻撃してますからね。よし、じゃあ、まあ、いびつだけど、いびつだけど大丈夫だろう。大量の資料、こいつ資料。
まず1人でしょ。チャイニーシルよね。気付かねえか。第二部隊はここにですね。もう気にせず引き破り作戦ですね。あれは漏れへんないね。まあ動かなきゃ関係ねえだろうって話ですね。福兵は覚えねえか。覚えてほしかったな。いや誰かが道引いといてくれればな、やりやすいんだけど。もうね、本当はね、一本欲しいですよね。はい、というわけでして、チン 4PK、 まあ今回主だった大きなことは何もしてませんけども、まあ前回占領したところをちょっと再編という感じで、まあ小競り合い的な戦はいくつか行いました。次回ですけども、オゴタイ半国に攻勢をかけてみたいなというふうに思っております。ただオゴタイ半国よりも、チャガダイ半国の方が今はでかいんですね。さっき見てみたんですけども、まあうちが一番でかいんですけども、チャガダイ半国の方がオゴタイ半国よりも常備兵で見るとあれですけど、まあもちろんマルルークとかの方が強いですが、マルルークは西の横綱って言ってもいいと思うんですよね、このシナリオでいけば。まあまあ、でも我がレッドゲ長も頑張ってますね。はい、では、本日はチン4はこの辺りにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。